は、ゆずぽん、すみぽんです。私ちょっと運動不足で、最近どうしても運動がしたくて、スポッチャに来ちゃいました。で、なんか一人じゃスポッチャってつまんないじゃないですか。だからちょっと友達を連れてきました。どうぞ。自己紹介どうぞ。マリアンヌちゃんがね、はい、来てくれたんですけど、服がないって言ったから無理やり強引に連れてきたんです服を貸しました。私のアーチの服を。はい、それでは早速何しようかな。まあとりあえず行きます。レッツがゴー。ニョニョ。はい、行ってみて。どうぞ。スポーツやって、スポーツに買ったね。スポーツが無理。スポーツ以外のゲームを決めたい。スポーツだけじゃなくてゲームをマリアンヌが決めるってこと？それちょっとスミポに伝えようか。運動は勝てないと。わかりました。なんかマリアンヌがちょっと言いたいことあるって。スポーツだけじゃ勝てません。勝てません。ゲームを選びたいです。いいよ。じゃあマリアンヌが全部ゲーム決めるって感じで大丈夫ですか？あ、全然 OK です。マリアンヌ、それやったら勝てる？勝てる。せーの、レッツゴー。にょにょ。マリアンヌ決まった？どれする？どれ？これこれやったらスミポに勝てる？スミポに交渉しようか。これがいい。じゃあこれやりましょう。絶対勝つ。スミポンめっちゃ真剣に説明見てる。やりました。待ってよ、1位。え、マリアヌ1位や。1位。スミポンは1位。にょにょ。マリアンヌがそのゲームを決める予定だったんですけど、ちょっと1戦目負けちゃったんで、まあ、ゲーム、まあ一応ゲームなんで、はいはいはい、これをやりたいと。え、これえバスケじゃない？いや、ゲームです。マリアヌどうする？やりますよ。スミポンの勝利。え、これちょっとずるない？スミレ、マネージャーさんに言われた。おい、おい、何言うてねん。最後ちょっとマリアンヌ、さすがに次決めさせたらあかんで。もうマリアンヌがゲーム決めや。次は次は絶対。え、マリアンヌ昔スポーツ何してたの？バレーボール。え、じゃあバレー対決でいいんちゃう？じゃあ最後バレーでどっち勝つかを決めましょうか。いいですね。行きましょう。にょにょ。次の種目はバレーボール。ルール説明ね。アタックはなしで、なんだろうが、落とした方が負け。何点待つ？5。やってきたら、また
あれ？違う違う違う、これは違う。今の判定は1、1点、1で、1で。ありがとうございます。あれテンション、テンション上がってない、あれあれ結構静かやな、マリアンヌなんかテンション、え暑い、暑いな、何があれあれあれ触りました、触り触ったやんな、これは触った、スミパン勝利結果どうでした、楽しかったですか、めっちゃ楽しかったです、楽しかったです、またスミポン呼んであげたらどうなの、あ、もちろん呼びます、まあ、リベンジやね、はい、じゃあこの動画が面白かったなと思ったのチャンネル登録、高評価よろしくお願いします、マリアンヌの SNS もここに概要欄にいたってあるのでぜひ皆さんフォローしてください、お願いします、それではバイバーイ。